がポイントです。理想中の理想中の理想の渦中にいます私いただきます。蜂蜜とバター。これ。さえちゃんはそうだね。バター入れたよね。蜂蜜だけ。蜂蜜とバター。可愛いんだけどスタイリングが。可愛い。白 T も見えてて。しんちゃんはこのベイカーってお尻が綺麗に見えるのこれ、うん。メンズの後輩でもね。二、うん、丁目でお尻を3回触られたって。うんうん。気のせいじゃん。絶対か自分にも手をこうやっておはようございます。かわいい。わかる。私もこんなの初めて使ってみた動画で風が強すぎてちょっとよくわかんないじゃあイージーシリーズ全部イージー昨日もあんま使ってないから、うん、デイ3あ、やばリモコンとカメラパリですね、雨が。そうパリだね。そうパリ。の大家さんのこの黒い、あ、そうなんですね。この白いのも大家さんの。マッチしてる。合ってますね。暖炉も黒いのと。これどこも可愛いし。そう、だから黒いやつだけ持ってきたの。僕は全部処分して。へー。私、一回だけの間、ヒロミさんとお邪魔したことあって。うん、私もある、ね。めっちゃ広かったもんね。ドレちゃんの撮影やったもんね。そう。あ、そこそっか。うん、前のところね。荷物だいぶ処分しましたね。これだけすごいフランス人っぽい。フランスっていうか置き場がこれしかないからそれに合わせて服これだけ。やばい。理想。理想。おお嬉しい。理想の大人。めちゃくちゃ素敵。理想の大人。嬉しい。あと昔から集めた本は雑誌は捨ててませんでした。すごいこれこの時代のすごいのこれやばくないですか、うん、こういうのいっぱいある。ピーター・リンドバーグ、やばい。これすごい。すごいのあるよ。サーティーアニバーサルみたいな。いろいろあるよ。すごい。あげクラウディアシファーム。かわいい。あと、マックイーンのこれも。すごい。フェースの。うわ、懐かしい。これ、あ、花代ちゃんもいるよ。花代の。ステッカーかわいい。もう捨てれないの全部。捨てれないっす。ブルースベーバーの。ブルースベーバーのワンちゃんです。かわいい。それもなんか今座ってらっしゃる椅子もめっちゃ可愛いですね。これはイギリスのあメルシーで買ってイギリスのシックスティーズのなんかメルシーにある家具さ、うん、の復刻版。あ、そうなんだ、すごい可愛い、うん、このさ、なんか何でもなさが好き。なんかシンプルでも気持ちいい。綺麗だよね。綺麗、シックスティーズ。ライトとかもめっちゃ可愛いんですけど、わかる。ライトは大家さんが作ってる。そうなんよ、可愛い、うん、おしゃれ。この白い棚は白い棚は大家さん、ベッドも大家さんなんだけどベッドヘッドは私が持ってきた。そしてすごいこの使い込まれたソファーが座りやすい。めっちゃいい感じ。めっちゃ広いね。でね、この二人住んでる人なんとなく長いカップみたいな。こういうソファーって座りづらいの多いのに、なんかすごい。すごい。二択棚っててもめちゃくたってめちゃフィットする。最高。ここからネットフリックス見ながら、ね、寝ちゃう日のもうすごい一番の寝る目一番幸せ。ネットフリックスで韓国とか見ちゃう。見ちゃいます。すごいパリで、もうほとんど見てる。え、涙の女王見ました。もちろん。ズーンってなる。そこに頭がある。ね、うん。なんかもう形ができてるもんなんか。そう。ヒロミの頭の形ができてる。そこに隠してる毛布があるの。あ、じゃあそれをかけるともう戻ってきたって感じですね。最高。何年ぐらい住んでるんですか。コロナの時に大きいとこ。うん、あの引き払ってここに移ったから21年の。じゃあコロナ中にパリ来たんですか。そう、コロナ中のロックダウンの時パリ来て。あ、そうなんですね。そう、外出れない時に引っ越した。ですよね。すごくないですか。ロックダウン中に、うん、ただもうなんていうの、あんまりいろんなとこ持ってったりできる、処分できないじゃん、うんうん、そのまま上げちゃったり。でもめっちゃいい。そっから家賃も絶対上がってますよね、この辺は。あ、上がってると思う、ね、窓からの風景もいいし、光るいいよね。おしゃれ。
ずっとこれ This is Paris。 あのあれがない、クーラーの室外機がまだない。それがちょっとエミリーインパリスかな。去年の上のね。エミリーインパリス。こういう暮らしが理想。もう子供たちがみんな自立してパートナーともたまーに会う。たまーに会う。本当に理想。理想。理想。自分のものだけじゃん。なんか、うんうん、そうなの、そこがいいとこなのよ、ね、パートナーはいるけど、その彼のものないじゃないですか。そこがいいとこなんだよね。よく分かってくれる。そこがポイントなのよ。ですよね。もう帰ってきたらうち、私のうちっていうのがいいの。自分だけの。そう。でも彼とのあれもあるっていう、うん、東京にね。うん、うん、そうそう。だから寂しい、全然そうそうそう、寂しくはないし、彼とのあれも大切にする。そうそうそう、そこがポイントですよ。理想中の理想中、理想の渦中にいます、私。理想の渦中にいる今。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス。かわいい。Let me check. あ、かわいい。あ、keep, keep, keep, keep. あら、your eyes here. もう、まあ、あの、1平米で。あ、ナイスナイス。もう、T シャツ行こう。1平米撮影。めっちゃおしゃれ。短い方で。かわいい。シュッとしたらするんだけど、このままの方が可愛いかも。え、このパンツおばやんさん私欲しいかも。え、すっごい昔からあります。色違い。あ、私多分古いやつしか持ってない。すごい可愛いかも。可愛いですね。パラシュート。多分このスタイリングがいいのかも。パラシュート持ってる。初代パラシュート持ってる。何色？紺です。ああ。え、私もこれ履いてみたい。可愛い。シュゴさんに持ってますけど。私この色持ってない。ピンクだもんね。違う、ピンクも持ってないよ。え、何言ってみたい。黒。黒合ってた。合ってるよ。この色なんかなかったよ。あったよ、初代にあったもん。ええー、嘘。初代T ソール。え、今。去年の借りでどの入った。初代。え、初代もっと前じゃない？なんかもっと薄い色の借りで発売した。もっと薄い色味かと思ってた。うん、薄いのもその後出したんだけど。あれピンク出たの？初代。初代か。同じ時？うん。1年前のパリですね。え、でもさ、最初に撮影さ、おみちゃんと一緒に撮影した時にさ、うん、この色なかったくない？その時なかった。それはもう2代目 JSOUL BROTHERS。 2代目？あ、じゃあ私2代目持ってんだ。え、これは黒なんてもう3代目かもしんない。3代目かも。 JSOUL BROTHERS。 3代目 JSOUL BROTHERS。 見てなかった。おみさき最高。おみさき最高。そういうの欲しい。なんか重ね着しよっかな。めっちゃ可愛いじゃん。可愛い。めっちゃ可愛い。ナイスナイス。あっ。ザス。ザス。あ、めっちゃ可愛い。オッケー。ナイスナイス。可愛い。オッケー。あ。寒いね今日。可愛い。可愛い。ここにあったんで。I put that ヘッド。すごい可愛い。似合ってます。あ、似合ってますか。はい、似合ってます。で、顔がちっちゃく見えるよね、こう、うんうん、大きいやつ。Thank you。本当に。で、後ろの紐も可愛い。両方取りたい。おはよう。おはよう。ありがとう。あ、ありがとう。あ、すみません。あ、すみません。あ、ナイス。How you been Tokyo? Yeah. Yeah. Modeling?No, I went as like a kid, but I think next year I will go. Oh, really? Okay. ちょっとすごい。いや、そうか。アンテナがすごい。アンテナの立ち方がすごい。ごめん、大丈夫。なんかできる？なんかできるかどうかわからへんけど、ちょっと待って。中古の。だ、それのままの方が。そのまま可愛いかも。あ、じゃあ触る。見てみよう。うん。でもちょっとこの辺のここを取りたいかも。
さすがシュウコヘイ。本当にスパイク。スパイク系で。っていうかマジサムシスじゃない今日。ない、サムシス今日。サムシス。サムシスミスじゃない。サムシスミスじゃない。サムシスミスじゃない。マジで。何サムシスミスって。適当に言うてみてたけど。サムシスミスめっちゃ助かりました。サムシスミス。いい仕事してもらいたいからさ。ちょっと1個取らして。じゃあ、3人いける。わー、お花が入って、かわいい。クラクリー？クラクリーは。Did I say it right? Yeah. いただきます。あ、yeah, my friend's intonation. いただきます。しかも、ウサギもいるよっていう。え、ほんとだ。あ、ほんとだ。かわいい。あ、だるよね。おいしい。Some Japanese bento.寒そう。Have a break. You need a break. You need a break. Yes. やっぱソートすごい良かったね。うん。We wanna shoot outside more, but we are waiting for the stop raining. Ah, raining. Raining. Raining だったの。3時で上がるって言ってたのにな。レイニンだったの。レイニンブーモーだったの。髪型があれ一緒？一緒なの。姉妹。髪型一緒？姉妹だ。か親子、親子かもしれない。ワンちゃん親子。親子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 。話違いじゃん。親違い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。素敵な場所の貸しの座りに。いやいやいや、お待たせしました。かわいい。かわいい。かわいいよ。ここからどう見てもかわいい。キャッキュー。めっちゃ良い。みー。みー不明、大丈夫？あ、じゃあ OK。なんか、コマーシャル。かわいい。コマーシャルのことって。かわいい。めっちゃ似合ってる。めっちゃ似合ってる。かわいいね。さよなら。さよなら。どうでしたか？撮影と。あ、ちょっとごめんなさい。ドロってます。今ドロってました。ひろみさんと話できて本当に良かった。めっちゃ良かった。めっちゃ良かったよね。ただひろみさんみたいにはなれないんだよね。私すごいさ、やっぱぬるま湯に浸かっていたい精神すごいあるから、その精神ゼロでしたもんね、ひろみさん。やっぱ最初から今も多分あんま、はい、多分なくて、はい、そういうの欲とかじゃないこう感じもすごいすごい憧れるし、はい、なんだかなっていう感じです。ただもうひろみさんには憧れるし、多分会うたんびに、うわなりてひろみさんみたいにっていうのもある。かっこいいんだよね、なんか全然かっこつけてなくて。わかる、うん、あとこう押し付けがましくもないし、うん、ただこう いいよ、のどちゃんいいねっていつも言ってくれるし、そういう大人になりたいんだけどな。なんかアナザースカイみたいな。なんかじゃあこの感じが年下の女の子とかにさ、お前大丈夫かとかって言っちゃうタイプだからの逆だから。確かに、うん、大丈夫大丈夫って言ってくれます、大丈夫だよってそのままでいいよみたいなさ、何も言わないけどそういう感じがを出してくれるし、私にいろんな人にあの感じで、うん、やって頼られているんだろうなっていう、うん、エピソード聞きますか。まあ、ただ私頼られても無理だしね。大丈夫って言っちゃう。え、大丈夫って言っちゃう。大丈夫、お前大丈夫かって言っちゃうと思う。だってマリナでにすら頼りたいんだもん私が。そうだからね、
ただかっこいいよね、すごく。私が思うのはヨーロッパって若いところ時に経験しとくものだと思ってて、なんか異国すぎて、だって水道出ないとかさ、なんかお湯が出ないとか、あとここが壊れたんだけど直しに来てくれないとか、 Wi-Fi 繋がんないとか、別にそっちそれが当たり前だし、それを誰かのせいにもしないし、そうやって生きていかなきゃいけないところだから、なんかヨーロッパを若い時に経験するってすごいいいと思うんだけど、やっぱ年齢重ねるといろんな環境が揃ってるところに住みたいって思うと思うの、気候的にも、今回はあれだけど、こういう季節っていいけどさ、冬は冬で、多分ひろみさんは冬も仕事いっぱいあるから、冬にもパリにいるだろうし、なかなかなできないんだよな、それは。冬はちょっとオーストラリア行きませんかって言いそうだもん。すごい、またちょっと街の雰囲気が違うね。11区。あ、全然やっぱり。あ、そう、それ。あ、だこ、それ、レジョンワの。だこ。2日間撮影ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。こういうのいないんだよ、これ。ピッて抜いて、ピッて抜いて、この根っこをね、チュッてやる。で、つけます。はい。チュッて、これ捨てる。野菜？野菜？何かなんでしょう、ブロッコリー。アザミカ、アザミカ。おー、これ最高。ジタロ。わー。おお、思ったけど、ま、そしたらここの毛を剥がします。簡単に取れる。これは食べれないよね。それ食べれない。ここが一番おいしい。ここを食べるためにみんなここ食べてるだよ。おいしい、おいしい、大好き。え、あのさ、これのさ、端っこの味ステラマリス。いただきます。はい。おいしい。うまい。油。油なんですよ。タイちゃん行けるかな。タイちゃん行くか。いけるかも。だしは効いてるからさ。だし大好きだから。だし効いてる。何聞いてるの？普通に。美味しいよね。バイバイバイ。あ、これ違う。よく本でフランス人は10着しか服を持たない。まさにそれだったよね。だった。1ヶ月だけね。すごい。家に帰ったら100着ぐらい。ありがとうございました。じゃあね。ありがとうございます。またね。イエーイ。ありがとうございます。すごい楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。デイスリー終了。はい、今日はもうすごい時差ボケがもう終わってすっきり、このヘドロ感は、まあ、撮影終わってからちょっと疲れたけど、お茶したらもうリセットされて元気になる、うん、あと撮影終わったことでちょっと肩の荷がフーみたいな感じ。フーですね。全然もう一軒行けます。え、今日あと2分も過ぎて、うん、CM だ、本当に嬉しい。 CM 来るかも。 CM 来る、ちゃんと撮っとこう。これ日清お願いしますってなるぐらい美味しい。何これ、タイアップ来るかも。 Thank you for watching. Have a nice day. チャンネル登録してね。よろしくお願いします。バイバイ。